開社期関。関数の多項式近似を計算すべく設計された機械とある大学の計算機質、ウィキメディア財団のサーバーコンピューティングの古来の意味は数えることと計算することであり、算術内しは数学の計算を指した。現在は転じてコンピュータによる数値計算やより広くデータ処理や情報処理といったコンピュータを使う活動全般も指すことがある。 日本語ではどちらも計算と呼んでいるが、対応する英語には、カルキアレーションとコンピューテーションがある。電卓がポケットカルキュレーターであり、一方、コンピュータという語は、それなりに複雑な処理ができるものを特に指しているというような違いがある。あるいは理論的には、数学あるいはコンピュータ科学の分野である、計算の理論でいう、計算可能という語が指すような広い範囲が、 コンピューテーションである。コンピューティングカリキュラ2 0 0 5では、コンピューティングを次のように定義している。一般に、コンピューティングは、コンピュータを必要としたり、コンピュータの恩恵を受けたり、コンピュータを作ったりする、何らかの目的を持った、活動全般と定義することができる。したがって、コンピューティングには、様々な目的のために、ハードウェアやソフトウェアのシステム設計し構築すること、 各種情報を処理し構造化し管理すること、コンピュータを使って科学的な勉強をすること、コンピュータシステムが知的に振る舞うようにすること、コミュニケーションメディアやエンターテインメントメディアを作ったり使ったりすること、何らかの目的に沿って情報を検索し収集すること、などなどを含む。このリストは事実上無限であり、可能性は広大である。コンピューティングは、 もっと狭く定義されることもあり、悪夢は1989年の報告書、学問分野としてのコンピューティングにおいて以下のように定義した。コンピューティングの学問分野は、情報の記述や変換のアルゴリズム的な処理に関する体系的研究である。それには、理論、分析、設計、効率、実装、応用が含まれる。コンピューティングの根底にある基本的姿勢は、 自動化することができるものは何かである。コンピューティングカリキュラ2 0 0 5では、コンピューティングの意味が文脈に左右されることも認識している。コンピューティングはまた、文脈によってはもっと具体的な意味を持つこともある。例えば、情報システムの専門家が言うコンピューティングは、ソフトウェア技術者の言うコンピューティングとは、多少違っている。文脈を問わず、 コンピューティングをうまく行うことは複雑で困難なこともある。社会にはコンピューティングをうまく行える人々が必要なので、コンピューティングを職業としてだけでなく、学問領域としても考えなければならない。計算理論には、計算可能性理論による、計算可能という概念がある。コンピューテーショナルサイエンスコンピュータサイエンスコンピュータ、科学は、 コンピュータ及びコンピューティングにおける科学的かつ数学的なアプローチである。技術や工学の側面もある。コンピュータの実装と応用についての実践的技術を扱う分野と純粋に理論的な分野とに分けられる。校舎を理論計算機科学と再分類することもある。例えば、コンピュータグラフィックスなどは実世界での応用的側面が強い前者であり、情報理論や 計算理論といった分野は基本的なところとしては校舎の側に入れられよう。他にコンピューティングの実施、実装に注力する分野もある。コンピュータプログラミングそのものの研究ではプログラミング言語などの様々な側面を研究し、ヒューマンマシンインターフェースでは人間にとってコンピュータを使いやすくする方法の探究などといったことがテーマとなる。コンピューティングの歴史は 計算機の歴史より長く現代的なコンピュータが登場する以前は紙とペンやチョークと石板などを使っていた。コンピューティングは数の表現方法と密接に関連している。しかし数の抽象概念が生じるずっと以前から文明の目的にかなう数学的概念が存在していた。例えば数を数える際の基本である全単者。 測定で使用する基準との比較、直角を作るための辺の長さが3から4から5の直角三角形などである。数の概念は結局、物を数えることを他人に教えていくうちに、具体的で馴染み深いものになっていった。どんな言語にも少なくとも、1と2に対応する単語が存在し、黒うた鳥などの動物にも物のの数を区別できるものが、いる。歴史上最も古くから、 ある基地の計算道具はアバカスであり、紀元前24世紀頃にバビロンで発明されたと見られている。砂の上に線を引き、そこに石を置いて計算していた。ソロ版はその後改良されていき、今も計算道具として使われている。これが基地の最古の計算機で、ギリシアで新たな計算手法が生まれる2000年以上、前から存在していた。コンピュータのハードウェアは、 コンピュータプログラムと呼ばれる一連の記述に従ってデータを操作する機械である。自動的に計算する機能のない計算機も含む、計算機械という言葉もある。プログラムにはコンピュータがそのまま実行できる形式がある。人間がそれを直接記述することもあるが、現在ではもっぱら、より人間が読んで理解しやすく記述しやすい、プログラミング言語によるソースコードがもっぱら使われる。 ある問題を解決するアルゴリズムをプログラムとして記述することでコンピュータでその問題を解決することができる。バイナリは一般にプロセッサやオペレーティングシステムの種類に対応して異なるが、プログラミング言語は一般にそういった際に影響されないよう設計されている。プログラミング言語で書かれたプログラムは、プログラミング言語処理系と呼ばれるコンパイラやインタプリタというプログラムにより、 解釈実行されたり変換されたりする。プログラムを複数動作させるような場合の個々の動作実態をプロセスと呼ぶ。コンピュータプログラムはコンピュータに何をどうすればよいか指示を出す。現在のパーソナルコンピュータ等の一般的な構成では、その記憶装置のうちの補助記憶装置に未使用時は格納されており、主記憶装置にロードされて実行される。 ソフトウェアは、もともと、コンピュータプログラムという概念ができた後、ハードウェアの対義語として便利なため多用されるようになった曖昧な語である。だいたい、コンピュータプログラム群と関連するデータの集まりである、何らかの目的のために、コンピュータのストレージ内に格納されている一つ以上のコンピュータプログラムとデータを指す、データ処理システムの操作に関する一連の、プログラム、手続き、 アルゴリズムとそのドキュメンテーションであるハードウェアに直接命令を提供することであるいは別のソフトウェアの入力として作用することで機能を実行するなどといったように曖昧に言われているソフトウェアは実際に触れることはできないもののことなどといった定義もあるさらには派生して様々な形態のデータすなわちフィルムテープ レコードなどといったメディアの中身の著作物のこともソフトウェアというようになったこともあったが近年ではそれらにはコンテンツというより適切な表現が使われることが多いアプリケーションソフトウェアアプリケーションソフトウェアはユーザーの特定の仕事を支援するよう設計されたソフトウェアである例えば企業アプリケーション会計ソフトウェアオフィススイートグラフィックソフトウェア メディアプレイヤーなどがある。多くのアプリケーションは主に文章を扱う。近年ではコンピュータにシステムソフトウェアだけでなく、アプリケーションソフトウェアもプレーントールされていることも多い。単独でも販売される。アプリケーションソフトウェアに対して、コンピュータ自身の資源管理などといった、特定の応用目的以外の仕事を行う、ソフトウェアをシステムソフトウェアという。 他の分野に例えると分かりやすい。例えば、ショッピングモールは買い物客が探している商品を直接提供することはないが、小売店にスペースとサービスを提供し、小売店が買い物客に商品を提供する。鉄橋は鉄道の線路を指示し、川の上を列車が通行できるようにする。それによって旅客を輸送できる。アプリケーションソフトウェアは、 特定のコンピューティングプラットフォームやシステムソフトウェアで特定の目的を果たすのに使われる。マイクロソフトオフィスなどのアプリケーションはいくつかの異なるプラットフォームで動作するバージョンがある。特定のプラットフォームでのみ動作するアプリケーションは、Windows 用地理情報アプリケーション、Android 用教育アプリケーション、Linux 用ゲームなどと呼ばれる。 アプリケーションソフトウェアをアプリケーションと略すこともあるが、正しくはアプリケーションソフトウェアでできることがアプリケーションである。特定のプラットフォームでしか使えない人気アプリケーションが登場すると、そのプラットフォーム自体の人気が高まる。そのようなアプリケーションをキラーアプリと呼ぶ。日本語ではアプリケーションソフトウェアを応用ソフトと訳したなり行きから、 システムソフトウェアにあたるものが基本ソフトなどともされるが一部マスメディアはオペレーティングシステムの言い換え語としてオペレーティングシステムなどとしているオペレーティングシステムとアプリケーションソフトウェアの間にミドルウェアが入る場合もある命令レベルの分類メモリが日常化して CPU 命令レベルで性能向上させる方向に注目が集まった命令 フェッチと実行のサイクルを高速化する様々な手法が開発された。数値データ、ありがとうございます。